雑草植物の世界では常に生存競争が行われている。特に自分の体から他の植物に害を与える物質を出している植物があるらしい。当社番釣りのわらばんしのレポートにこう記した中学生の君はまだ植物の霊魂について何も知らなかった。植物の霊魂が霊体から出している霊的物質について知らなかった。それは私ではない。弟を殺したのは私の霊魂です。だから私をではなく私の霊魂を罰していただきたい。私には罪はないのです、とある犯罪者は訴えている。実像としての人間を少しずれて人間の霊魂があるというのなら、セイタカアワダチソウを少しずれてセイタカアワダチソウの霊魂がある。セイタカアワダチソウの霊魂の行為はしかしセイタカアワダチソウ自身に確かな影響を与えずにはおかない。弟を殺した犯罪者の霊魂の行為は犯罪者自身を公主台に立たしめる。セイタカアダチソウの霊魂をずれて揺れているセイタカアダチソウの群落を押し分け、人間の世界に出ていった君には少しずれて揺れている霊魂があったはずだ。同じレポートに次のように記したのは君か、それとも君の霊魂だったか。去年、セイタカアダチソウの目立っていたところは、今年ずっと数が減っている。他の植物に害を与える物質は、同時に自分を滅ぼしていくのかもしれない。